こんにちは、赤ちゃんしゃべるのコーナーです。有馬記念がね、終わりまして、ファンのね、皆さんはちょっと一息ついているところかなと。あるいはね、公演の方のね、グランプリ東京大賞典の方にね、気持ちが向いているところかなと思いますけれどもね、中央競馬はね、年明けの、金牌から始まりまして、そちらに向かってね、東西トレ線動いております。今日ね、26日、金牌のね、一周前起きりなんかもちらほらと行われまして、今朝のね、6時12分というふうに、聞いておりますが、津村明秀騎手、セイクリッドバレーに騎乗しますけれども、彼にね、第一子お子さんが男の子だそうですけれども、誕生したと、いうことです。お父さんになってね、やっぱりこう G1 を勝つ姿を息子に見せたいと、いうことを言ってましたね。そのためにはまず金牌からと、いうことでね、気合が入っておりました。まあ彼ね、1月5日が誕生日でありまして、今度ね28歳になるわけですけども、こう気持ちを新たにね、戦いに臨むと、いうことでね、こう表情もね、何かこう大人になったなって言ったら失礼なんですけどもね、本当に一皮抜けつつあるのかなと、一段階上のね、ジョッキーになりつつあるのかなという、感じがね、いたしました。まあ年男と、まあ年男といいますか、年が変わるということでね、年男の取材なんかもしてるわけなんですけど、中山金牌にはね、武士沢智春騎手、年が上げてね、年男36歳になりますね。もうベテランの域にね、近づくところかなとは思うんですけどね。まあ彼に話を聞いたところね、まあ我々の仕事っていうのは、1週間1週間で行って、一つ競馬が終わればまた次が来るということでね、あんまりこう年が明けたっていう感覚はないんですよねと。まあ、それに、まあ彼ね、自分はね、毎週一生懸命やってますんでと。そのつもりでやってるんで、年が改まるからといってね、こう気合を入れるとか、そういうことはないですと。そのね、毎週積み重ねてきたものをね、皆さんに評価していただければと、いうことを言ってましたね。まあ強いて言えば、こう怪我なく1年を乗り切りたいと、いうことでした。まあベテランの域にね、近づくところでもありますんでね、体には気をつけてほしいなと思いました。まあ私もね、これで年が明けますと46歳になろうかというところになりますんでね、私も気をつけなければいけないなと思った次第であります。なかなか体重がね、絞れなくて、困っているところであります。75キロからね、ちっとも絞れないんですよね。まあ、とりあえずお正月はお餅を食べないということを自分に言い聞かせたいと思います。まあ、年明けのね、まあ、狙い馬に関してはもう何度もね、こちらの方コーナーで、言ってます。ナイフリッジですね、古賀文雄厩舎、開幕週のね、芝 2000m の未勝利に、使ってきます。ファンのね、皆さんに対するお年玉、私自身にもね、お年玉が欲しいと、いうところなんですよね。ちょっとね、うちもお年玉あげなきゃいけない件数が多いんでね、なんとか、してほしいなと思っているところなんですけどね、出馬ラッシュがまずは大きなね強敵になるのかなと、なんとか、
そこをねくぐり抜けて、ゲートインしてほしいなと思っているところであります。以上です。